ってさ、後悔ばかり残っていて、どうせどうせ悔やむくらいなら好きには生きたらいいじゃん。最強金子くん、ちょっとマイクでちょっといいですか。金子くん何歳なんですか。16歳です。 16? 16歳です。兄弟がいるって話を聞いたけど、喋れ喋れが兄弟。はあ、平均年齢18歳強です。話を聞きましょう。矢上さん、いかがだったでしょうか。いや、元気があってよいですよ、本当に。俺もこういう時あったんだろうと思って。なるほど、なるほど。昔の自分を見るような。まあね、皆さんも多分俺お父さんぐらいと思うけど、下手せお父さんも俺より年下だったりしてお父さんとかいつぐらいだって感じ。45前手前ぐらいです。40代前半です。すいません、僕もお父さんより年上でした。下手すれば僕もお父さんより年上ですからね。びっくりしました、ね、そうですか。私は今年で57なんですよ。奇跡です。いやいや、奇跡の50、奇跡の57です。奇跡の無先輩です。逆にっていうか、本当にね、素晴らしいと思った、そういう、なんていうかな、一生懸命さっていうかね。いや、こういうのがやっぱロックって大事だから、練習すればね、上手くなるんだよ。だからこういうのはね、年取るとできなくなるから今のうちにやってこないとね。あとはね、ドラムだから俺あえてドラムの彼に言うけど、左足のキープっていうのが必要なのね。それ何かあったら自分の中のメトロノームだから。だからノリが変わっちゃうわけ、おかず食った時とかさ、リズムとね。だからずっと見てるのは分かると思うけど、左足でずっと動いてるでしょ、ドラマって。あれだからメトロノームなんでね。だから休んだりやったりしてるとダメなのよ。
だからそれずっとキープする練習するのも大事だから、それ基本だからさ。そうすればもっとリズムがこう安定する。まあ分かんなかったら教えてあげるから。あ、そうだこんな温かい言葉ないと思います。矢部さんありがとうございました。いや頑張ってください。高さんにも一言もらおう。最後高さんお願いします。いや僕はもうこの群馬県沼田市から来たってこの響きもすごい好きだし、あとこの勢い任せ感の凄さ、この勢いだけで押し切る、このさっき矢上さんもおっしゃってましたけど、それって本当に今しかできないことで、でもそれをやっぱり武器にするべきだし、なんか僕そのカッコつけようと思ってカッコつけてるバンド大嫌いなんですよ。それは実は一番カッコ悪いんだぞってことは言いたいんだけど、でも彼らのはカッコつけてないんですよ。もうがむしゃらに自分の音楽を聴いてくれってことをそこでひたすら表現したら結果こうなったっていう、この一番これが一番かっこいいなロックのスタイルなんじゃないかなって僕は感じるんですね。だからすごく素敵だと思います。ありがとうございました。高評価バンド部門です。ザ・ジェントルフラワーの皆さんでした。